お詫びは寝起きのフワちゃんです。フワちゃんの一日は信じられないぐらい目をかくところから始まります。ちなみにフワちゃんは誰のかれあけみに憧れてるので、寝るときは全裸です。モザイクがあってよかったですね。フワちゃんのパジャマです。朝はコップ一杯の白湯を飲むといいと田中みな実が言ってたので、フワちゃんもお湯を沸かします。今からシャワーを浴びます。本来ならサービスショットになるところですが、さっきから全裸なので何も言い代わりしません。なんかこれ普通に撮ってたんだけど、撮ってるうちに水滴が空気読んで勝手にモザイクみたいになってくれました。優秀な水滴でした。お気に入りの服を着て家を出ます。ミスターパーカージュニア。朝は時間がないからこうやって風で乾かすのマジ効率がいい。最高。ツイッター TBS。 フワちゃんの一日はグッドラックから始まります。フワちゃんは最近入校証ゲットしたからテレビ局に入るのも秒。ちなみに入校証写真はこれ。なんでこんな雑な写真で申請通るの？グッドラックがあるってことは、そう、アンミカさんに会える。かわいい。アンミカさん最高大好き。アンミカさん、アンミカさんおはようございます。かわいい。アンミカさんキスしてこ。アンミカさん肌にタオルをかけるのはなんとなくわかるけど、膝にもかけてくれてる。かわいい、優しい、ありがとうね。今から中リーサバリにメイク中のフワちゃんを紹介していくね。今こうやって局に入ってメイクさんがドライヤーしてくれてるってことは、あの風で乾かすやつは意味なかったってことになるよね。やだね。てか私今思い出したけど、さっき沸かした左右の存在完全に忘れてゴリゴリにおにぎり食ってるわ。田中みな実になり損ねました。それではフワちゃんのメイク手順を説明していくよ。まずは鼻中の鼻くそを取り除きます。そして目薬、これを見るだけで一発で花粉症って分かって恥ずかしいね。次に BB クリームを塗っていくよ。顔に直塗りしてたらサッシに怒られたけど、またやってしまいました。さあ続いて手に取ったのはチーク。チーク、あ、ティッシュのせいで何も見れません。はい、ご覧の通り、こうしてティッシュで隠れてる間にメイクが終わってしまいました。フワちゃんは中リーサにもなり損ねました。そう、髪の毛が崩れるからフワちゃんは先に衣装に着替えます。しかも今ならなんと着替えるとこ全部お見せします。おっとこー、乳首のモザイクありがとう。そしたら髪を進めていきましょう。クニヤマーセンがちょけてるのに付き合ってあげたので5分のタイムロスです。猫撫でる、パントマイムしてる。さてメイクが完了したら今度は打ち合わせです。政治の話は難しすぎてチョコがはかどります。コンココン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 。来たよ。誰が言うてんねん。大丈夫なんだろうな、乳首。今日は乳首のこともあって、デディー。乳首対応してますよ。この1週間番組のエピソードトーク全部乳首の話してます。そうなるよね。見て大好きな2人。ありがとう。アンミカさんのカレンダーみんな買ってね。日めくり毎日アンミカカレンダー365日ポジティブワードが一ページに紙に書いてあるのは何？ HLSPD ハッピーラッキーラブスマイルピースドリームいいわ、伸ばすやで。I love it, I love it, I love it, all right, boom, boom, お願いします。さーっと終わったもんね。かわいい。ああ、水色の雨。どう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 。今電話かかってきたんですけど、切っちゃいました。はい、グッドラック終わるって分かってから吹っ切れた様子の人です。有名になりたい。お疲れ様でした。アナウンサーは承認欲求出さねえんだよ。ランキングに入りたい。見て、桜咲いてる。なんか髪の毛ヤンママみたいでやだ。フワちゃんのナレーションルーティンを紹介します。ナレーションルーティンはいつもメガネを外してヘッドホンをつける、それだけ。言うぞフワちゃんが仕事の合間にやってきたのはこちら、お台場。お台場マジ好き、最高。お台場に何をするかっていうと、こうやって置いて、こうやってやって、こうやってやって、
漏れしゃめとるのこれはフワちゃんが映えてるんじゃないんだよ。お台場が映えさせてくれてるの。ありがとうお台場。ソーリー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 。あ、フナッシーだ、フナッシーこの間フナッシーの楽屋覗こうとしたらめちゃめちゃフナッシーの関係者に怒られた。フナッシーの中身は絶対に秘密なんだって。企業秘密ちゃん。熱い飲み物を飲むときは片手じゃなくて両手で持ちます。しかもリビアクロス。なんでかって可愛いから。今からあのしんちゃんの映画のねアテレコしてくるんだよ。可愛い、頭黒すぎる見て、アテレコルームやば、広い、すげえ。ここに私だけが立って声優をするってわけ。ちゃっちゃか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 。見て、しんちゃんの本の人がくれた今可愛い並べてくれてるんだね、めっちゃ可愛いミスターパーカージュニアのパーカー破り捨ててこれ着るね私が急にチョコプラのサインめっちゃで、私も書きたいって言ったからみんながバタバタし始めたできた。はい、続いて打ち合わせにやってきたんですけど、見てください、フワちゃんの口は全然動いてません。全然動いてないことは、いうことは何にもアイデアを出さなかったということですね。ちなみにフワちゃんは今ダイエット中で、楽屋にお弁当があると食べちゃうから隠しておいてってスタッフさんにお願いするの。今日もお弁当隠してってお願いしたけど見えてます。もうこんなん食べるに決まってるやん。いただきます。さすがに2つ目のお弁当を開けてることは私もびっくりしてる。あの本当にでもあの1個目で使ったお箸をこれで使いますことはすごいサスティナブルでエコなことだと思うから、すごい環境には優しいよね。全部食べた。着替えのシーンまでルーティーンに組み込んでくれるタレント、日本中でフワちゃんだけなんじゃないの。優しすぎる。やばい、見て、ベッキーさんにもらったこれ、斜め巻きだけのポシェット。かわいい、かわいい。もうこんな可愛かったら本来の使い方ないって。こうやって回してやるのさ。やめてよ。カレンダーというか、かわいすぎる、ここに入れちゃう。やーん。田中みな実卒業発表するのに先マイク返さないでよ。もうやったんだよ。今ね、それっぽいポーズ。はい。イエーイ、卒業おめでとう。かわいい。有吉サイン。かわいすぎ。あー、これ、書いたよ、冊子。あいつ、油性ペンで書きやがった。サインだ！よだれかけ池崎。池崎愛ちゃん。赤井ちゃんだ。池崎愛。あんた、YouTube でフワちゃんの話してくれたんでしょ。下下、フワちゃんいいやつだって言っといて。かわいいね。お礼にアップしとくねー。お礼ありがとう。ベッキー、クラブハウス始めます。いや、おかしいですよ、マジで。若槻さんのクラブハウスのもう宣教師がすぎる。違う、本当に今ね、あの一流芸能人集めてるんですよ。本日の12時です。ベッキーが始めたからフォローしに行ったら、うん、もうすでにね、一人フォローしてる人がいた。え？ベッキーのこと。おう。前澤社長。なんで？なんで？止めないかい。かわいいね。YouTube 載せちゃおう。ダメ。収録終わって今から春日さんとのエアロビの練習に行ってくるの。かわいい。一番大好きな時間この世で。春日最近右のこと耳って言うし、左のことも左って言う。かわいい春日。今から私の大好きなレインボーブリッジにして。ご褒美だよな、やっぱこれは。
最高。あ、藤井健太郎だ。フワとカズがどっちが体柔らかい仮説やって。やつもあげるって。あ、やった、オールナイト日本のやつ。うん。嬉しい。プロカのやつもあげるよ。かわいい。あ、これが一番面白い。これが面白い。予選落ちしてるから。予選落ちするやつだと思って最初から見ると。予選落ちするのに減量してた。やってやるみたいなこと言ってるから。あ、ありがとう。今日ね。あそこまで、あそこまで送る。また会おう。あ、あそこまで。じゃあね。お疲れ。お疲れ。でしょ。バイ。最高、かわいい。ここにしまっとこう。Around the lime, honey sang a magical tune. Found her underneath the Caribbean moon. Wind is blowing in the coconut tree. Blowing the moonlight over you and me. Hey, Caribbean moon, yellow, yellow. Hey, Caribbean moon, yellow, yellow. Caribbean moon, yellow, yellow. Caribbean moonshine all night.Calypso singer singing in the sun, singing about the rivers of Babylon. Rasta music, Caribbean sea. Come on, everybody, sing the tune with me. Hey, Caribbean moon, yellow, yellow. Caribbean moon, yellow, yellow. Caribbean moon, yellow, yellow. Caribbean moonshine all night.ホワちゃんは家中についてます。私がとっても楽しい一日を過ごせたように、みんなも明日からの楽しい一日が過ごせますように。おまじないのタクチケだよー。